ズ山田です。前回の動画で第3世代が先行実装って言ってるつもりだったんですよね。第2って言ってたね。ごめんね本当に言い間違いが多いんだよな。俺がどんだけ言い間違いをするのかっていうことがだんだん分かってきたと思います。言い間違い気づかない時もあるんでお願いします。ということで今日はね2つほどお話ししたいことがございます。まず1つは、昨日の動画でもお話しした通りハロウィンイベントについてのお話、もう1個は EX レイドですね。 EX レイドのフィールドテスト、果たして今どうなっとんのと、パス配られてる話ももう今聞かないけどと、どうなってんのというのがちょっと分かってきたので、この2点今日はお話ししていこうと思います。はい、まずハロウィンイベントなんですけども、なんとですね BGM がもうすでに判明しているとのことなんですね。でしかもその曲がですよ、シオンタウンの BGM をアレンジしてるそうなんですよ。結構ねシオンタウンの BGM はみんな覚えてると思うんですよね。当時ゲームボーイでやってた方、その後リメイクもされましたからね、その当時のゲームボーイバージョンをやってない人でもご存知だとは思うのですが、怖い。怖いね。俺あそこのさ、もう全然余談なんですけど、グリーンがなんであそこにいるのかっていうのをプレイしてる当時知らなくてさ、後々になってさ、あれ都市伝説みたいなやつだったんだけどさ、あれどうやら本当らしいですよ。グリーンのずっと一緒に連れてきてたコラッタ、ラッタに進化したんだけどがどうやらなんかなくなっちゃって、それをあそこに埋葬しに来たっていう話らしいですあれ。はい、というね、結構いろんな方の中でもトラウマだったりとか思い出になっているシオンタウンのテーマが BGM で今回アレンジで入ります、ハロウィン期間中ということで、今回ちょっとそちらをね皆様にお聞きいただこうと思います。はい、シオンタウンの BGM はこちらです。ということでね、割とね僕の中ではトラウマ BGM、 あんまり聞きたくない BGM だったんですけど、もともとのおどろおどろしい感じの曲調を少しねポップにしているなという印象でした。これだったらずっと聴いてても怖くないなって。今回のハロウィンイベント相当ね公式さんが力入れて準備してるんだなと、楽しみですね単純にね。そして前回お話しした今回のハロウィン期間中に実装されるかもしれない第3世代のゴーストタイプのポケモンたち、前回は、そんなに強くないよっていう話と、それぞれのポケモンのお名前ですよねは、紹介していったのですが、結構大体で紹介しちゃったんで、今回はその5匹についてね、もうちょっと詳しく掘り下げていこうと思います。まずは、影坊主からいきましょう。はい。影坊主なんですが、ゴーストタイプだけですね。で、最大 CP も原作の方での種族値をそのまま移行したとするならば、最大 CP が860と、よくいるその2段階進化の進化前の状態ですね。だからこいつ自体で使うってことは、基本的にはないと思ってください。そしてそんな影坊主が進化することで、出てくるのがジュペッタ。ただ今回絵の中にジュペッタいたので、おそらく野生でも出てくるんじゃないかなというふうに思われます。ちなみにジュペッタも進化してもね、影坊主からジュペッタに進化してもタイプは変わりません。ゴーストだけですね。そして CP もおそらく2000前後になるんじゃないかなと今現在の種族値では予想されます。ちなみに影坊主もジュペッタも、さらにこの後紹介するあと3匹のポケモンもなんですが、まだ技に関しては判明しておりません。はい、続きましてヨマワルですね。はい、この子もタイプはゴーストのみ。そして CP もそんなに高くありません。技に関しては現状も分かりません。ただ、夜回るからのその進化した後ですよね。さまよる、これがまあ割とねいかつい姿をしているので、ポケモン GO の、実装された第1第2しか知らない方だったならば、サマヨール進化系だったら強いんじゃないのと思われるかと思うのですが、サマヨールねこれもね別に強くないんですよ。というのも第3世代までだとこれサマヨールしかいないんですけど、さらに上の進化系、今後、追加されるんですね。ヨノワールなんですが第4世代のポケモンなんですね。なので今回追加される可能性がある、ヨマワル、サマヨール、この2匹に関しては、正直そんなに戦力としてはって感じなんですけど、将来3段目が実装されるので、今回実装されたらね、軽くその個体値厳選とかやってもいいかもしれません。ただまだ第3世代が来てない状況、本格実装前で第4世代の厳選かってちょっと気がね遠くなってくるとは思うので、飴を貯めといたら後々楽もね、それくらいの認識でいいのかなというふうに思っております。そしてもう1体いたのが闇ラミですね。闇ラミはゴーストと悪タイプということで2種タイプございます。ただ CP あんま高くないんですよね。なので種族値あんまり強いポケモンではないという状況でございます。将来的にね特性とかが実装されてきたら、今回その紹介してるポケモンたちもねやっぱ強いんですが、ということでね、前回は画像がね結構そのシルエットの状態だったので、結局どんな姿してるのっていうのが分かりにくかったと思うのですが、今回それぞれ画像をちょっと出したので、こういう見た目なんだというのがご理解いただけたかなと。そして次のお話なんですが EX レイドですね。10月1日に第5回目だったかなが開催されて、そっから1回も音沙汰がないじゃないですか。日本のやつはもう終わりましたっていう謎のメールが画像が出回ったんですが、あれはやっぱりガセネタだったっていうことが分かりました。でですね、ナイアンティックさんが正式な発表を、実はフィールドテスト EX のフィールドテストについて出しました。今現在も EX レイドのフィールドテストは終了していないとのことです。ただしこれの正確な終了時期とかはわからないし、第6回第7回の開催の時期っていうのも基本的にはその公表できないっていうような、そういった状況でございました。もしかしたら1回目から5回目の間のフィールドテストである程度データが溜まってきたから、次どういう風にフィールドテスト、どういう状況に、どういう国、どういう場所に出したらその効果的なデータが取れるのかというのを、今ナイアンティックさんが考えている時期なのかもしれません。将来的に絶対に全国展開されるものなので、その展開された時に結局そのなんか不都合がないように、問題が起きないためのフィールドテストというものなので、将来的にはねうわっと解放されるから。それ待ちましょうねって感じとは言いつつも、僕もフィールドテスト当たりたいけどね、発信する側の意見と個人の意見っていうのが僕の中でも今こうやってねぶつかり合っちゃってるんですけどね。ともはあれね、とりあえずまだフィールドテストは終わってないということだけお伝えしたかったので、動画の中でお話しさせていただきました。それじゃあ今回も質問コーナーやっていきましょう。はい、それでは今回も質問答えていこうと思います。チャキチャキっとやっていきましょうね。まず1つ目が、こちらが UKK さん、質問です。いつも動画楽しく拝見しています。ありがとうございます。第3世代が実装されるまでに対策として何のポケモンを強化すればいいですか？それとも第3世代が来てから強いポケモンを待って、そのポケモンを育てる方がいいですか？山田さんの見解を教えてください。そうですね、とりあえず腐らないポケモンとしては怪力かな。怪力は、その伝説ポケモンは前回ね、第3世代いろんな第3世代の伝説、準伝説に対して刺さるよという話をちょっと動画の中にさせていただいたんですが、怪力はこれねまた別の動画でもねもっと詳しく掘り下げようと思ってるんですけども、より、汎用性高いですね。いろんな場面で刺さります。第3世代が来ると、第3世代にも格闘タイプねいるので、そいつらを使っていくっていう手もあるんですが、例えば今手持ちのその怪力ですねが個体値がいいやつだとか、ある程度いるんだったならば、そいつらの強化をしてあげるのもありだと思います。そんな感じですかね。それでは次行きましょう。続きましては、はい、ゆうゆうだいさん、はい、山田とミュウツーどっちが強いよ。いや、ミュウツーや、そんなん。劇場版見てみ？あれに勝てる人間おらんから。うん。小林幸子さんのエンディングがすごく良かったね。ラスト、手抜きパンチさん、うどんとそばどっちが好きですか？あー、難しい。これは悩むやつだな。昔はうどん派だったんだけど、最近はそばが好きです。ということで、64でそばかな。今日は関係ない質問がちょっと後半2つになっちゃってごめんなさいね。はい、ということで今回もね、コメント欄に何か質問いただければ、次回の質問で、次回の動画でちょっとね、こう拾っていこうと思います。はい、それじゃあ今回はこの辺で終わろうと思います。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。ヤマダチャンネルでは現在様々な仕事の依頼を募集しております。コラボの依頼やタイアップの依頼なんでも結構です。こちらの動画の概要欄にあるメールアドレスまでご応募お待ちしております。よろしく。